南都島南都島、またはイルド南都は、フランス、南都市中を流れるロワール川に浮かぶ中州である。島は、ロワール川の分流に取り囲まれ、島の北を流れるものは、マドレーヌ川、南を流れるものは、ビルミル川と呼ばれる。南都島は、南都市内にある11の区の一つである。島は、東西4 9トルで、幅は、最大1トル程度である。 もともと、ロワール川によって切り離されていた、小島群、すなわちボリュ島、サンタンヌ島、ブルターニコー草原、アバル草原、アモン草原、バラゲ草原、ダイビエス島、ショビエス島が19世紀から20世紀の間に、統合されて形成された。南都島に架かる橋は12を数える。これらに加えて唯一島の東端を通過する、鉄道競馬連橋があるが、これを用いる路線は、 島上には停車駅を持たない。現在二つの橋が建設中である南都島という地名は最近の解消によるもので南都市民の大半は旧来通りに防流島と呼んでいる。ありがとうございます。